はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。イベントの中にですね、アスコット祭りっていうのもあるんですが、なんだろう、参加してみよう。クラシック、一発ドリンク、なんだろう、なんか唐突にアスコットクラシック始まったけど、イベントレースですね。なかなか細かいですね、アスコット。この柵なんかも、今スマホでこういうグラフィックができるんだ、すごいなって思う。すごい、このカメラワーク。坂もありますね。2番手グループですね。ポツンのり。さあ600を切ったぞ。気がつけばえらいコースが難しい。コースが上がってきたが、オペラハウスがもう来た。上がってきた。かわしそう。ボスアシャムとともに捉えそう、捉え合いそう。粘るんだここで。とは何かな。おっと、セッタ、そして差し返そうとする。大激戦。ああ、3着か。すごいですね、3頭の一騎打ち。お、ポイントを得ました。何回でも出れるんですかね。金の根か。意外と後ろ伸びが悪い。何かざっくりしてますね。エルハーブが来たぞ。何回でもチャレンジできそうですね。なるほど、出走可能回数っていうのがあるわけですね。で、ランキングで発表されると。
こういう構成か。なんか特攻ガチャがあるというわけか。あの、この前には、あ、サッカーボーイガチャっていうのもあったんですが、もうこれは見れないみたいですね。それに合う馬かな。ちょっと引いてみましょう。今700近くになったんで、10連を2回引こうと思います。あと1回を1つ、フォゲッタブル、さあ10連1回目です。どうだろう。パーソナルレジェンド、スマイルジャーク、お、なんか来る。お、ハービンジャー SSR だ。ハービンジャーももうもらってたんじゃないかな。これで終わりかな。終わりっぽいですね。ハービンジャーが SSR、 あなた SSR を加わったか。ハービンジャーっていたっけ。一発ドリンクは使えるんだ。一発ドリンク使ってレース出てみましょうか。まずその前にガチャやってみましょう。2回目の10連ガチャです。あ、色は変わらない。おっと、どうした、何か起こった。またハービンジャー来た。すげえな。なかなか運いいな。あの 7% ですからね。そう考えると運がいいってことになります。そして泣き最後の1回ですね。おや、1回なのになんかすごいの来る。またハービンジャーだ。こんな確率高いんだ。10連ガチャ2回で単独ガチャ1回ずつなんで、22回でハービンジャーが3回出てるんで、運がすごいいいってことになりますよね。OK、 行ってみましょう。ハービンジャー2つを入れるのは当然として、
これレベル54まで上がりました。さらにこれで64まで上がるんだ。クリーヒンのヒーマルを取ったらフルに行きますね。まあでもちょっと待ちましょう。これはなかなかの強さ。ペルシアナイト父親か。種類もようやく31種類ですね。牝馬も結構揃ってきました。マイル出してみましょう。でマイル買ってもあれなんだよな。4番人気やもんな。直線コースですね。これは全部行きましょう。登ってますね。地味に最終コーナー、あ、美容院流れてんのか。伸びないですね。あー、ああ、ポイントを使うだけか。で、回復を。まあ、強くなるわけではないんですよね。それならいいや。まあ、でも。ジョッキー変えてみましょう。福永。福永海外弱いとかあるんだろうか。20丸1つついてますね。スタートはまずまずかな。オペラハウス
すごいな、オペラハウス。これは痛いな、出遅れは。さあ、まあまあの位置にいるよ。ゆっくり、ただズブズブとしか上がってこないんですよね。悪くはないですけど、さあ後方でしょう。伸びないですよね。こっからの。結構荒れますね、このレース。なるほど、1000ポイント稼ぐとアスコットガチャチケット、さらに2000、もう1000ポイント、2000ポイントでアスコットガチャチケット、馬風石とかいろいろもらえるんだけど、まあさすがにこの辺になると SSR ガチャチケットは欲しいけどな。ビナ、なんとかここで勝ってほしいね。ただいまより投票受付を開始します。さあ、12頭のゲテンが完了しました。体制完了、ゲートが開いて飛び出した。インスタート、3番ですね。なかなかいい感じ。金鳴ったんだ。プラグかな？なんか伸びないですよね。さあ、こっからなんだが、外の伸びがすごい。もう一回、泣きの一回。武豊に戻して。距離は2000が合うみたいですね。モンブランが出たらどうなるんだろうな。さあ、準備が整いました。ゲートが開いた。あーっと、1頭2頭で遅れ、バラついたスタートになってしまいました。ポスガシャは出遅れた。レイプールが先手を取ります。キャバルリーマン、その外からはワイワード、6番エステリオが上がってまいりました。1番カタノモンブラン、この辺りちょっと離れている。1馬身リード、5番です。ちょっと前と後ろ集団が違ってますね。さあ、中をこじ上げてきたぞ。そっか、ずるずるとしか伸びないんですよね。オペラハウスが一気に抜け出されまして、どんどん切れ味ある馬にかわされていく。しぶといんですけどね。一発ドリンクっていうのも使うのか。使わない損でしょう。ガチャも欲しいですからね。ゲートが開いた。なかなか
ガチャチケットも。今度はいい位置にいる。2番手グループ。また金が鳴った。戦闘がしぶといな、レイプールが。なんかカースどころか食われ、抜かれ始めてるんだけど。何このエルハーフ。おお、結構稼ぐんですね。どこなってんのか。あ、でもガチャまでやるかな。ペダル1000枚。一発ドリンクしよう。まあ、ガチャチケット欲しいですから。サマーテですね。伸びないな。頑張ってはいるんですけどね、ここら辺。3着どうかな。3着は無理か。4着か。さあ、1000ポイントいきました。あ、いいや。ここまで。さあ、スコットガチャチケットっていうのをいただきましたよ。これは引けるんだろうか。それとは別なんですね。ガチャ終わった後かな？ちょっとルール見てみよう。うん、終わった後かもしれないですね。あ、そうそう、アスコット海外ガチャ。なるほど。13日からしか使えないんだ。それまで我慢ですね。17日はですね、イベントが。そこで出てきた馬が結構レベルが高いのかもしれないな。さ、これをやってたんですけどね、終わってしまったようです。ファンミーティング。今、いや。まあね。そうですね。はい。
というわけでありがとうございました。いつもといですがチャンネル登録、高評価、コメント、またブログ、ツイッター、この最後20秒になれる関連動画など、お時間がありましたらよろしくお願いいたします。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。